はい、どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ということでね、今日は YouTube の動画をダウンロードする方法をね教えて、そのダウンロードしてから MP4 にするまでを教えたいと思います。よろしくお願いいたします。まずね、なんでこのダウンロードの方法、そして MP4 にする必要があるのかという話をしていきたいと思うんですけども、どうしてもこう動画を見るときって、こう YouTube を見るのって Wi-Fi のある環境、もしくはこう外で見るって、どっちかしかないと思うんですけども、どうしても外で見る場合って電波を使うじゃないですか。ギガを使ったりメガバイトを使ったりね、だいたい1ギガバイトで500分の動画が再生可能というふうに一般的には言われてます。なんですが、どうしてもね制限があります。5ギガ、7ギガとかね、少ない人では2ギガとかいう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、そういう方のためにですね、家でダウンロードして外で聞いた方が、電波がなくても見れるし、あとは電池も食わなくて済むし、ね、ギガバイトも食わなくて済むと、まあ、こういった利点があるので、その方法をまず教えたいと思うんですけど、もうだいぶメジャーになってきましたけど、このアプリ知ってますか？そう、クリップボックス。でこのクリップボックスはすごく使い勝手が良くて、無料でそういった動画サイトから動画をダウンロードできると。でもうね、かれこれもう7、8年ぐらいは使ってるのかなと思うんですけども、このクリップボックス早速ちょっとね見ていきましょう。でこのクリップボックス、今ここに画面出てますか？この右下にあるこの黄色の矢印ね、これをポンと押すとクリップボックスってこう出てきます。でまあこれ3つあるんですけど、この中のクリップというボタンを押します。そこからブラウザ、ちょっと早く行きますね、ここまでは多分知ってる人多いと思うんで、で YouTube とかこういうの動画の検索エンジンから、例えば Google だったら Google とか、まあそれ自分で設定できます。 Safari がいい人とか、 Firefox が好きな人は Firefox でもいいし、今僕 Google でやってるんですけど、ここ YouTube と打って、そうすると Google から YouTube に、このアプリ上で YouTube に飛ぶことができます。でこういうふうに動画がたくさん出てくるんですけども、まあ好きな動画何でもいいです。何でもダウンロードできます。だせっかくなんでね。はい、僕の動画が出てきました。で、これちょっと再生しちゃうと、ちょっと画面上ちょっと切り替わっちゃったりして、ちょっとめんどくさいので、これ再生をちょっと端折ります。で、ダウンロードするとですね、このクリップっていう、ダウンロードまで見せましょうか。ダウンロードは、ごめんなさい、ごめんなさい。間違えた。まあいいや。これで、まあここまで来ますよね。それでこの右から3つ目のこのプラスボタンってとこを押してください。そうすると I OK って聞かれるので、 I OK タップ、そうすると Really、 お本当だよ、で Really 押します。で OK 出てきたら、この OK を押すと、そうすると僕の今動画が早いな、 30.5MB ね、ダウンロードできました。でこっからですね、戻るボタンを押すとマイコレクションというところに行きます。はいはい、でマイコレクションにこう来たんですけども、こう動画を見る、ここクリックじゃねえや、タップすると動画が再生になっちゃうんですけども、ちょっと一回これは置いといて、この動画を再生するとどうしてもこう動画として再生されるので、例えばこの脇のボタンですね、ポチッと押すとパンって消えるじゃないですか。で例えばこれを再生してると、多分切り替わっちゃうな。で、今この画面はこの状態なんですけど、こうやって映ってます。でこれ一回この画面上で早送りとか、巻き戻しもできるし、結構繰り返しとかも使えます。でこのね、ひよこちゃんマークが出てくるんですけど、これね、ひよこちゃんマークを押すと、これ触っても反応しなくなります。もう一回戻すときはこのひよこちゃんをもう一回押すとできます。でこれ今再生してるじゃないですか。再生しますね。でこれ脇のボタンを押すと、これ続けて再生ができてます。もう一回ログインするとやっぱり再生されてます。飛べます。こういうことができます。 YouTube だとどうしても開いてる間に他のアプリが使えなかったりとか、そのままポチッと押すと音も動画も切れちゃうなっちゃうと思うんですけど、このクリップボックスを使うと、例えばこのまま何て言ったらいいんだろう、電車に乗ってたりとか他のことやってたとしても音だけ聞けるので、ポチッと押しても音だけは聞こえてます。
ただそれだと動画として処理しているので、拡張子というものを変えてそれを MP4 に変換すると、そうすると例えばメールだったりインターネットね、できたりとか LINE できたりとかということができます。今まであの YouTube 開きながら LINE とかって打つと必ず止まっちゃいますよね。で音だけでいい人、例えばラジオとか、まあ、あのアルバムとかありますよね、長い作業用の BGM とかで、そういうのとかを聞いてる人だったら、まあ、あの正直インターネットやりながら聞いてたりとかしたいじゃないですか。なのでそういう人のためにちょっとね新しい方法を教えたいと思います。はい、じゃあまあね、ここまだ来ました。クリップボックスを押して、でさっきねダウンロードしたやつがこうやってあると思うんですけど、これねサムネイル結構これ時間かかるんですけど、サムネイルを消すこともできます、設定で。はい、でこのさっきダウンロードしたこの首になりましたっていうやつを動画じゃなくて MP4 にするって言ってましたよね。その方法がこの右上の Actions っていうところを押すと、こうやって左に丸がポンポンポン出てきます。でチェックします。同時にたくさんもできるんですけど、この状態だとほら下にフォルダ作成、リネーム、移動、コピー、パスロック、すべて移動とか、すべて表示とか、なんか非選択か出てくるじゃないですか。こいつをですね、右に、Say と、あ、間違えた、Say すると、こうやって映画マークから音楽マークとか、音楽マークから映画マーク、カメラロールとかってあるんですけど、これカメラロールってやつでやると、あの自分の本当に iPhone 上のカメラロールに保存できます。すごいよね。で、まあ僕はあのこのアプリ上で見るで全然いいんで、やってるのは、この、映画マークから音楽マークっていうのをやると拡張子変更しますかって出ます。で、Yeah! 押すとちょっと時間はかかりますけど、このままね MP4 として保存されます。で、何がいいかというと、このままね保存するじゃないですか。ちょっとまた画面消えますけど、はい、あ、映ってるね。こうやって今音として保存されてます。じゃあこれを押すと、もちろん切っても音だけ出ますよね。じゃあここの真ん中のボタンを押したらどうなるかとすると、今までは消えてましたけど、ほら音ずっと流れてますよね。なのでこのまま LINE もできるし、メールも見れるし、何でもできます。すごい便利ですよね。だからまあ電車の中にいようが、飛行機に乗ってようが、ずっとこのまま再生ができると。で、音楽としての保存されているので、例えばこれとか、これの今まではできなかったけど、音としてあれしてるからボリュームもそうだけど、止めたり一時停止もできるし、あのこういう何でしょう、ピッピッって送るやつあるじゃないですか、あの次のとか戻ったりとか、あれもできます。ほら今押して戻りましたけど、で維持停止とかちゃんとできるので、すごく便利です。なので皆さんね、もし、まあ、今まであのできなかった、知らなかった人はぜひ使ってください。まあ余談なんですけど、前まで